太郎です。マイクはお疲れて寝ています。それで今日から鹿島アントラーズで、はい、ウィレーやっていきたいと思います。マスターリーグですね。2014、なんて2014かっていうと、自分の好きな選手が多く揃ってるっていうのが一番の理由で、でメンバーリストを一応個人的に本当に好きなね選手を選びました。でいない選手もやっぱりタイに岩松とかタイ行ってたからいなかったりするんですけど、できるだけ、かき集めて、はい、やってみました。こんな感じですね、はい、今の選手とだいぶほとんど昔になっちゃったけど、今と昔と融合してみたいな感じですね。背番号とかはだいたい今のその番号とか、他のチームに行った時の番号とか、あとだいたい安西とかは、もし空いてなかったらこうなるだろう的な番号を選んだりとかして決めてます。はい、ではね、第一節やっていきたいと思います。はい、茨城県立鹿島サッカースタジアムです。こんな感じですね。最近だと寺崎とかくらい、まずは初戦で試されます。長きか、上手じゃないんで、ウィレ自体はなんかそれっぽく仕上げられたらなと思います。あ、本田竹也な、入れたかったんだけど、ちょっと人数とかも制限があるし、基本試合時間は5分でやってます。 J リーグディビジョン1初戦、さあパースを受けてスペース出ましたね。サイドのスペースを使います。中2人いますよ。ヘッド、いやいや、最後合わない。あんまり元山はヘディングで見せないけど、上がっていく、抜けるか、石毛、浮き球つながるか、うん、ゲームすぐ増えるか。長木、ここで前半終了です。5分短いな。前半0対0。とりあえず元山とダニーロいいですね。大きく縦へのボール、このプレッシャー早いですよね。マルキーニョス通るのか、このパスサイドからいいボールが入ってくるって危険ですよ、これ。うん、変態鹿島がようやく均衡を破ります。いや、あるね、これは一瞬のスペースを見逃さず、ね、プラスの判断ができた結果生まれたゴールと言えますね。ちょっと最後のマークが甘くなってしまいましたよね。ただ相手のパス、ポジショニングも良かったんですけどもね。なんかありそうな逆ですよね、はい、しかしここから相手が必死で攻めてくると思いますからね、気をつけたいですね、はい、そうですね。いいドリブルですね。マルキーニョス、これはクリアします。浮き球で裏を狙う、いいボールだ。鹿島リードは1点、このまま終われば勝ち点3を手にします。野沢のシュート、本当に1点目だ。よしよしよし、鹿島ダメ押しゴールとなるのか。意外と5分でも入るもんだな。ちなみに相手のレベルちゃんとワンドアップしてシュート、見事でしたね。まあファーストコントロール、トラップからシュートまでの流れ、ゴールのイメージ、はい、この辺がイメージ通りということでしょうね。そうですね、今日2点目です。柳沢との白崎インのヤコビッチ、小屋のイン、カウンターを仕掛けていきます。あー面白い、抜け出しました。白崎に渡る。このボールはクリアです。前に渡ります。すげえ良かったから。ここはディフェンスです。ファールを取られます。今激しいプレーでしたね。奪います。
福江です。よしよしよし、2対0、ね、オッケー、あ、シュート0。さあ、七海さん、5分だ。そうなのか。本日の対戦、何かコメントございますか。鹿島としてはそう、めっちゃ今じゃん、この開幕戦でしっかりと勝ち点3を奪ったあたり、勝負強さを感じましたね。今日の解説は北澤剛さん、そして七海ひろしさんでした。今日はお付き合いありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ということで今日はこのところで終わりにして、またちょっとメンバー入れ替えたりしてやっていきたいと思います。はい、本当個人的なやつになんか好きとか好みでやってるんで、なんかごめんなさい。ご視聴ありがとうございました。